今日は日光市にあります一本杉渓流業センターに来ております。天気ねあまり良くないんですけども、時間があったんでちょっと釣りでもしようかなと思って来てみました。渓流釣りをしたいと思います。ヤマメ1匹しか釣れなかったんですよ、午前中。まあ時間もあまりなかったんだけどもね。ヤマメうまい。この僕は腹裂かないんですけど、腹裂いて胃袋だけ取って、で胃袋の中身をきれいに洗って、胃袋だけこの竹串に刺して食べるそうですよ。胃袋だけ僕はこのままもう焼いて、あの腹ワタ潰さないようにして焼いて、で最後腹ワタは自分は食べないですよ、そのまま出しちゃいます。あ、どうもごちそうさまでした。コーヒー飲もうと思って、今釣りに来るときはいつも僕これ使ってるんですよね。コールマンのエクスポーネントっていうやつなんだよね。でこれでコーヒー沸かしたり、さっきみたいにウインナーちょっと炒めたりね、する時が多いんですけど、まあ、今日はたまたまこっち使っちゃいましたけどね。この間間違っちゃってアルコールをね入れちゃったんですよ。ホワイトガソリンも入ってて、アルコールも自分間違って入れちゃってすぐ気がついたんで、そんなにたくさん入ったわけじゃないんですよ。ただ入れちゃったのは確か、で今ホワイトガソリンと中でこう混ざっちゃってる状態なんですけど、これ大丈夫なんですかね。もし知ってる方、そういうの詳しい方いたら教えていただければなと思うんですけど、さっき火つけてみたんですよ。ちゃんとついたんで、おそらくまあちゃんと使えるんだろうなと思うんですけども、何か支障が出るような、ものがもしあるよっていうんであれば教えてもらえれば嬉しいです。これもねすごくもう気に入って使ってはいるんですよ。まだ買って今これ2年目か買ってね、去年の北海道ツーリングの時にはこれ持ってったんですよ。大活躍だった。あ、沸いてきました。じゃあ今からコーヒータイム。